確かな技術とサービスを誇る日本のヘアサロン。世界中からたくさんの人々が来日し、注目が高まる今、ヘアサロンの感動体験を新たな日本文化として発信していきたい。その思いでガイドブック神カリスマは生まれました。世界に誇れる日本の美容師たちの思いに迫ります。落ち着いた大人の雰囲気が漂うヘアサロン、カナン銀座店。代表の長崎秀弘さんはヘアカラーを徹底研究。豊富な知識とハイレベルなデザインで予約殺到の美容師。昨日より今日、今日より明日の方がカットでもカラーでも上手くなりたいと思ってるので、つどつど感覚的に最初は始めたかもしれないような行動を全部後付けで裏付け取っていくんですよ、理論として。そうするともうちょっとここ変えたいよねって言った時に、この前使った技術はこうだったので、今回はそれにこういったらこう変われるっていう風な予測が可能になる。今後のお客様との関わりを考えた時に、やっぱりレシピがあった方がちゃんと関わっていけるのかなっていうのはポリシーであります。常に新しいデザインやテクニックに挑戦しているといいます。顔周りのレイヤーが流行ってきてるんで、ゆくゆくレイヤーを入れる可能性もあるようなところはインナーは入れませんからね。失礼します。ありがとうございます。今日はブリーチ使わないで、彼女が1年ぐらい前にブリーチをされてて、表面に乗っかっているこのブラウンを脱線剤というもので落とすような感じなので、黒と茶色をうまく組み合わせてヘルシーなデザイン性のあるインナーカラーを作りたいと思います。海外のお客様には最初のシャンプーで安心感を与えるのが長崎さん流のおもてなしなんだとか。やっぱりまず第一の技術的な挨拶はシャンプーから始まるので、特にせっかく高いお金払って海外旅行に来ているお客様、まあ日本人のお客様もそうですけど、うわーこのシャンプーは自分たちの国では味わったことがないなっていうようなものとかはやっぱ提供したいですよね。間違いなくもう指名してくれたら世界一いいシャンプーを提供する自信ありますんで。ここで神カリスマの皆さんに自分らしいアイテムを紹介していただきましょう。長崎さんのマイアイデンティティは、国にとってアイデンティティアイテムはカメラですね。美容師になって35年なんですけど、カメラも30年ぐらい趣味でやってるんですよ。もうほぼこんなに続けたのは美容師とカメラだけ。自分の狙い通りも嬉しいけど、狙い通り以上に撮れた時ってもっと嬉しいから、それがやっぱりいいんですよね。多分これからの若い人たち、日本をベースではなくて海外をベースにした活動っていうのも狙えるような気がするんですよね。なんかこれからの髪のカリスマたちはベースが世界中に散らばって、それをネットワークで共有し合って、日本の技術がどん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 世界のトップであり続けるような世界が本当にちゃんと地に足をついて根っこが太くなってできるような人たちが出てくるような気がします。